現時刻をもってファフナーパイロットの任を解く。俺はまだ電池切れじゃない。カズキお兄ちゃんいなくなっちゃうの？ファフナーに乗り続けることが私の人生ではない。俺らも第二主任務決めないとな。機体に乗る時の自分を逃げ場にするな。元の自分に戻れ。もう必要ないからって簡単に戻れるわけないじゃない。一緒に考えてやる。未来のこと、生きることだから。もっとゆっくり大人になれると思ってた。平和になれたんだ。ゆっくり大人になるさ。会えたらたくさんお話ししようね。これから戦う奴らのために働くわ。自分が向いてるって思うことをやりたいんだ。あいつらはもう大人だ。そのことに早く気づけて。俺のことを遠見先生から聞いたのか。あと4年だって。いつ機体を降りてもいいんだ。そんなにやめさせたいの？明日はどんな天気だろう。ある時そう考えている自分に気づいて嬉しかった。俺も考えるよ、カノンのように。こんな日が来るとはな。早急のファフナービハインドザライン。